督、はい、守護神田島が出てくるというこの報告です。あ、そんなに終わらないでしょう。え、そんな、それだけ、それ監督がおっしゃることでは。うわ、差し込まれてますね。これはすごいことになってきました。特別ルールで、なんと、確かに細部さんが何か言いますね。まっすぐ伸び、落ちる球、スプリットはダメ、落ちる球ダメ、まっすぐ勝負宣言。決めに行きました。さあ、これがどう出ますかね。昭和の先輩の大変な圧力により11対10、昭和が勝利しました。